いただきましたのはセブンティーンで愛の力でした。12月26日日曜日、時刻は午後5時25分を回りました。毎月第4日曜日のこの時間は、あなたのお隣の外国人パーソナリティタブワタの栗畑百合子さん、そして後半戦素敵なゲストの方がお見えになりました。早速栗畑さん、ご紹介お願いします。はい、今回2つ動画を撮ったうちの1つの、はい、講師をしてくださった野田幸男さんです。自己紹介お願いします。はい、私は、ブラジル2系の野田幸男と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。野田さんは、日本に来てどのぐらいですか？今年で31年目です。何歳から来たって言ったら年がバレちゃうのが大丈夫ですか？ですよ、はい、今、16歳から来てます、今現在47歳ですね。あ、若い時に出して、はい、そうですか。あの、野田さんは今回お作りになった料理は何ていう料理ですか？まあ、お菓子っていうか、まあ、あのパンっていうか、なんかいろんな言い方、あの、まあ、その種類っていうかね、あの、あれなんですけど、まあ、パンジケージョっていう、ポンジケージョ、パンデケージョ、ポンデケージョ、そう、お菓子っていうか、まあ、おやつ、はい、あの、まあ、パンっていうのは、まあ、パンのことなんですけど、まあ、でケージョはチーズ、で、あの、まあ、チーズ、まあ、簡単に言うとチーズパンですね。チーズパン、はい、すごい簡単に言われました。チーズパンみたいな。そうなんです。なるほど、はい、加納さんはそれ一緒に食べましたけど、はい、どんな味でしたか？見た目はパンなんですけど、すごくもちもちしてて、うん、でチーズの味がして、外側はカリッとなんかサクッとしてて、すごくお腹に溜まってお腹いっぱいになる、なんか幸せなパンでした。見事な食レポでした。食レポでしたね。素晴らしい。材料は小麦粉ですか？材料は小麦粉じゃないんですよね。はい、あの、まあ、タピオカスターチっていうんですね。そうなんですよ。小麦粉じゃなくてタピオカの粉。タピオカで、うん、なかなか。キャッサバ粉？キャッサバ芋みたいな。そうですよね。そうなんですね。あの、そう、タピオカでパンを作るのか、なかなか想像つかないかと思うんですが、はい。ブラジルでは、まあ、タピオカ、まあ、いろんな使い方で、特に私はアマゾン出身なので、アマゾンの、あの、タピオカが、まあ、粉、まあ、本当に、あの、パンデケージョだけじゃなくて、いろんな食べ方があって、まあ、その、他のブラジルの他の地域だと、まあ、そのポンジケージョ、うん、まあ、だけではないけど、まあ、ほとんどポンジケージョしか使われないかなと思いますね。そうなんですよ。なんで、野田さんはずっと、私もその場にいたんですけど、これいっぱい食べても太らないから、ね、これってずっと言ってたんですか？あれは本当ですか？まあまあ、あの、うちはもうほとんど毎日食べてて、あの、私家族さんに、奥さんと子供で、まあ誰も太らないかなって、逆にまあ、あの、まあ、その体重を保つっていうかね、まあヘルシーでもあるし、あの、まあ、なんていうか、あの、最近パンで、あの、なんつうんだっけ、あの、アレルギーとか、あ、はい、そう、グルテンフリーになるから、そういった心配の皆さんは、あの、おすすめかなと思いますし、あ、まあ、あの、普通の、やっぱりパンは、私もパン大好き、普通のパン、小麦粉で作っているパンが大好きなんですが、あの、いや、でも食べると、ちょっとね、あの、太るんじゃないかなと思いながら食べるんですけど、あの、悩ましいですよね。あの、ブラジルのパンは、あの、まあ、そういう心配ないですね。まあ、心配ないで食べてるので、まあ、あの、ブラジルでも、あの、なんていうか、あの、パンだけど、やっぱり、食べ方としては、まあ、朝から晩まで食べる人っていうか、あの、友達が夕飯食べないでポンジケージョ食べているっていうか、毎日。
で食べてる人もいるし、私たちまあ朝の朝ごはんっていうかまあパン、でその普通のパンの代わりにまあポンジケージを食べて、でおやつにもポンジケージを楽しみっていうかね、でいるんですよね。野田さん今すごいこう静かにお話されてますけど、まあお料理を作ってる時はすごく楽しくね、賑やかに。机の下をくぐりました。そうなんですよ、なんか美味しかったら机の下をくぐるっていう、美味しかったら机の下をくぐるんですね。いや、あの、まあ、ブラジルでの、 あの、まあ、テレビで有名なあのその料理あの番組がなんていうか MC があのゲストが呼んで、でその場でそのねあの料理を作って、もし美味しかったら、うんうん、あの幸せすぎて、うんうん、もう何でもいいからこのテーブルまでこぐっても幸せですみたいなっていう、まあ、なやり方っていうかね、それで有名になって、うんうん、ブラジルにそれをね、まあまあ、真似をして。なので私たちも美味しいってテーブルをくぐってる動画が配信されるかしら。もう美味しい、美味しいとこ入れてもらったら、まあ、楽しい、楽しい、まあどこから見ても楽しい、楽しいもんですから、まあ美味しいもんですから。そうなんです。でもうあの配信とかもされてて、作ってる間あのカメラで、あのずっと地球の裏側のブラジルの方とか、あとどこの国でしたっけ、カナダ、そうイギリスのの人もいて、はい、あとカナダの人もいて、そうなんですよ、イギリスとかカナダの方が、その私たちがみんなでポンデケージを作ってる野田さんと私たちの会話とかを全部こう配信されて、それをずっと見てた方が世界中にいらっしゃって、すごい。そしてなんとその中に、あの日本語わからないんですけど、ニアラジの大ファンだっていう方がブラジルの方ね、ブラジルの方で、そう、あの、ニアラジを聞いてくださってるんですね。まあ、友達、あの、まあ、YouTube のつながりで、その今あの聞いてると思うんですけど、あの、ああ、ちょっと、ブラジルの、日本語わからないんですよ。日本語わからないけど、ニアラジにちゃんと合わせてくださって、そうなんですよ。で、今あのちょうどブラジルに今朝方の5時半過ぎたところで、人を見てると思うんですけど、あのドスヤヌっていう方ね、とても優しい男性の人で、あの日本、まあそのね、あのミヤラジに出ますって、まあ、前回も出た時もちゃんとあの見てて、でなんかカメラついてますなんて言われて、ついてんのなんて思って、すごいんですよ。ありがとうって何て言ったらいいんですか？あのありがとうはオブリガードって言うんですね。オブリガード。オブリガード。じゃあもう本当にね、毎時間毎時間のオブリガードって言ってもらうと思う。うちのパーソナリティに聞いてるんだね。ブラジルの方が聞いてますからね。聞いてますね。すごいですね。すごいですよね。すごいですね。で、あの、お料理だけじゃなくて、あの、野田さんはカポエラ、ブラジル柔術とかもやられてるんですよ。はいはい、なので面白かったのは、私ちょっと遅れてその場に行ったんですけど、調理室に誰もいなくて、なんですけど隣の畳の部屋でなんかこういうリズムをですね、音が聞こえて、なんだろうと思ったら、みんなでなんかダンスしてて、ね、ちょうどポンデケージを焼いてる間にブラジル柔術とかを教えてくださっていて、すごい楽しそう、楽しかったですよね。ブラジルの民族衣装みたいなのをあのつけさせてもらって、それをつけながら踊ってました。さすがリオのカーニバルの国は違いますね。すはい、だからこうなんていうんですかね、先ほど大島さんが言った、あのおっしゃった通りに、なんていうんですかね、全てが楽しいっていうか、あのフォンデケージョを焼く待ってる間もすごく楽しい時間で、あのそこでいろんなお話をしたりとか、そういう時間があるっていうこともすごくワールドクッキングさんの素晴らしいところだなと思って、ちょっと私は行ってびっくりしましたけど、今日は、ね、料理の動画を撮ってるんじゃなかったかなと思って、違う団体に来ちゃったかなと思ってでもね、本当にいろんなことをされて野田さんいらっしゃるので、
あの TIA 先ほどあった栃木県国際交流協会の夏とかにあるワークショップみたいなのにも、あのブラジル呪術のカポイラですね。はい、あのまあブラジル、まあ日本でいうとまあ空手、日本の空手の、まあのようなものがちょっと違うんですけど、まあ楽器を使ってあの歌って、でそれで体を動かして、で相手とあの、まあ、戦いというか形を作ったりして、それがカポエラなんですね。で歌いながらっていうのは何よりもあの、まあ、普通の格闘技と違うところ、まあ、大きなところっていうかね、あの楽器を叩きながら弾きながらっていうかね、とても楽しいですね。はい、もうすごい楽しかったあのお料理教室でした。なるほど、はい、ありがとうございます。野田さんをお迎えしてますます盛り上がってくるあなたの隣の外国人ですけれども、はい、この辺で一曲お届けしましょうね、はい、しかも野田さんのサゼクロということで、はい、あのこの曲どんなあの曲なんですか？明るい曲とか。あ、そうですね、あのカポエラの歌なんですよね。あのそう、カポエラの歌ってあのなんていうか、昔そのカポエラ作った皆さんの、 あの思いっていうかな、あの昔の奴隷の、アフリカ人が作ったカポエラをあのなんていうか、その、 あの苦労したところとか、もうここにいないもうあの偉い先生とか、まあ、師匠とかあのためを歌ったりとか、でいろんな意味がある歌で、あのその師匠が歌ってるものとして、はい、ありがとうございます、はい、それではこの時間の2曲目です。メストレ・バファンのムンド・エンカナド。聞いていただきましたのはメストレ・バフォンでムンド・エンカナドでした。オブリガード12月26日時刻は午後5時42分を回りました。毎月第4日曜日のこのお時間はあなたの隣の外国人、本日もパーソナリティタブワタの栗又百合子さん、ゲストにインターンの加納奈々子さん、そして野田幸男さんをお迎えしております。宮崎からはナビゲーター柏木貴子です。栗本さん、後半も盛り上がってきましたね。そうですね、もう時間がないのが惜しいぐらいで、ですよ第2弾第3弾もやりたいぐらいの、もちろんですね、話で新春特別で本当ですね、始めましょうね。何時間も欲しいぐらいですよ。3時間ぐらいずっとしますかね本当に。あの実際今回こういう企画をして、動画をタブワタとして、はい、まああのインターン生とのコラボということで発信したいんですけど、はい、実際にはどのように見られるとかっていうのは加納さん、あ、そうですよ、そうですよ、はい、今回作成した動画はインスタグラムのみやめし応援隊っていうアカウントで紹介してもらう予定です。みやめし応援隊っていうアカウントは私の友達の宇都宮大学の大学生が運営していて、このコロナ禍で宇都宮の飲食店を応援しようっていう目的で作られていて、宇都宮の飲食店をたくさん紹介しているアカウントで3万人ぐらいフォロワーがいるので、そちらで紹介してもらって、普段外国人に馴染みがない人たちにも外国人のことを知ってもらえるいい機会になるのではないかなというふうに考えてます。あともう一つ、タブワタのホームページでも、はい、掲載する予定なので、はい、そちらもぜひチェックをお願いします。はい、ありがとうございます。ここも一つの私たちとしてはコラボの大切なところで、外国人のことをあまり知らないとか外国人には興味ないわっていう方にもいろんなことを知ってもらうっていう、課題の中でインターンの皆さん、あのお二人いたんですけども、一人お二人、あのお二人で考えてくださったのがそういったみやめしでしたっけ、みやめし応援隊ですね、はい、応援隊っていうインスタグラムで動画をアップするっていうのも、これこちらも大学生の皆さんのアイデアで素晴らしいな、若い力がもう溢れちゃってますね、はい、もうこれからもね、こういう若いあの皆さんのお力を借りながらタブワタも頑張っていきたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます、はい、
そうしましたら、こちらの動画は宮飯応援隊またはタブワタで検索していただけるとご覧になれる感じですかね。ですね、まあ、今作成中なので、はいはい、いつ頃に、実際には1月下旬頃を目標に作成しているので、はいはい、待っていただければと思います。はい、加納さんも今卒論を書いている中、ね、やってくださっているので、はい、はいはい、次回のタブワタの放送の時には、あの確実な、ね、情報もお届けできるんじゃないかなと思いますね。加納、はいはい、さん、じゃあ最後に将来の夢だったり、はい、まあ、聞いてる方にメッセージみたいなのありますか。はい、そうですね、私の将来の夢は、はっきりした夢ではないんですけど、すごくデンマーク留学が楽しかったので、うん、またそういう経験をしたいなというふうに思っていて、いろんな国に行って、いろんな外国での友達を作って、いろんな世界を知りたいなというふうに思ってます。なので、まあ、栃木にもいろんな外国出身の方とかもいるので、そういった多文化に触れ合うような活動の一環というか、活動をお手伝いするようなこともできたらなというふうに思ってるので、皆さんぜひ、あの、タブワタとワールドクッキングさんのコラボ動画を楽しみにしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、いや、今日はいい番組ですね。野田さん、もういいですね。もうじゃあ最後に野田さんからも、野田さんにね、やっぱり、え、はい、メッセージ、これを聞いている皆さんにメッセージをぜひお願いしたいと思います。はい、そうですね、なんかまだ、外国人と、接してない日本人たちが結構発信してる人でまだいっぱいいますので、やっぱり、まあ、自分外国人でいることで、言うのはちょっとあれなんですけど、やっぱりでも、外国人と、触れ合いしてる日本人たちだと、やっぱり世界が広くなる、広げちゃうっていうかね、いろんな、ことを覚えながら、教えながらでもあるから、ぜひ、そういう、クッキングとかでも何でも、うん、私のやってるカポエラでも、うん、もし興味ある方がいたら、うん、ぜひ、来てくださいということですね。はい、ありがとうございます。はい、で、そのカポエラ呪術、カポエラですね、カポエラに興味のある方は宇都宮市の国際交流協会の方に問い合わせると、はい、野田さんに会えると。気になった方はですね、宇都宮国際交流協会表参道スクエアのところにありますけれども、はい、電話番号が 616-1870 616-1870、野田さんのことが気になるよって言っていただければ、はい、多分、はい、つないでいただけるんじゃないかなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。さてさて、楽しくね、進めてまいりましたけれども、そろそろお別れが近づいてまいりました。はい、今日もなんだか、こう午前中も午後もタブワタ大活躍だったんですよね、栗又さん。そうなんです、午前中はですね、ネパールのコミュニティの方、ネパールの、はい、在日ネパール人の協会の方と一緒に宇都宮市役所から県庁のあたりまでを清掃活動を、シンボルロードをました。はい、あとちょっと離れてユニオン通りの方とか、もうこうグループに分かれて清掃活動をしてきました。そうだったんですね。はい、寒い中お疲れ様でした。はい、どうしてこんな寒い時やるのって一応言っておきました。もっと暖かい時やろうねって、うんうん、はい、次はちょっと暖かい時、ね、暖かくなってからって感じですかね。はい、今日特に寒かった、はい、あと午後も街中のカフェインクブルーさんで読書会をされてましたよ ね。はい、優しい日本語について読書会を行いました。今後もそういった、優しい日本語について考える会とか、いろんなこう外国の方とのつながりを考える読書会をやっていきたいと思ってますので、ご興味ある方はぜひ参加していただければと思います。そうですね、カフェで読書会ができるってすごく楽しいと思いますし、ちょっとほっこりしたいなっていう方はね、はい、ぜひご参加いただきたいなと思います。そうですね、対面ももちろんなんですが、今日はオンラインもつないで、はい、すごいハイブリッドですね。ハイブリッドでやらせていただきました。なるほど。はい、また、この、優しい日本語の読書会に関しては、タブワタ、ホームページとかね、はい、Facebook で発信しておりますので、はい、タブワタ、優しい日本語で検索していただけたらなと思います。はい、
さてさて、最後にですね、メッセージをお届けしたいと思います。ラブウォーターの坂本さんからメッセージが届きました。ご紹介いたします。できたばかりのラブウォーターですが、加納さんという心強いインターンシップ生や多文化共生に対して思いを同じくするワールドクッキングの方々との出会いで、私たちも素晴らしいスタートを切ることができました。ありがとうございます。残念ながら私はまだ皆さんとお会いできていませんが、ぜひこれからもラブワタファミリーとしてどうぞよろしくお願いします。お会いできるのを楽しみにしています。また本日は海外在住ネパール協会の方々と一緒に宇都宮市内の清掃活動をしました。この後夜9時から栃木テレビで放送されるそうなので、よかったらそちらもご覧ください。この後ね、ニアラジの後は夜9時からはちょっとね、栃テレも楽しんでいただけたらと思います。あのネパールの方のインタビューであったりとか、清掃してる姿を撮っていただいたので、楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。盛りだくさんで進めてまいりました。あなたの隣の外国人、そろそろお別れが近づいてまいりました。次回は2022年1月23日ワンツースリーですよ、栗本さん。そうですね、ワンツースリーですね。いい感じで、はい、いいスタートですね。いいスタートが、はい、切れそうな素敵な日にちになってるんじゃないかなと思います。はい、さて、お届けしてまいりましたあなたの隣の外国人、毎月第4日曜日の夕方5時からお届けしております。本日もタブワタ栗俣ゆり子さんパーソナリティに、ゲストはワールドクッキングクラブ大島梨紗子さん、そしてインターンシップ生の加納奈々子さん、そして野田社長さんにお越しいただきました。宮田市からはナビゲーター柏木貴子でした。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。この曲を聴きながらお別れです。ハンバートハンバートで国語。お疲れ様でした。ありがとうございました。